また京都ペアとしては少しレシーブがうまくいかなかったので、ここのレシーブ、なんとかこうラリーは非常に得意ですので、京都ペアですね、なんとかこうサーブ、レシーブをしっかりと返してからの展開、持っていきたいです。第2ゲームです。向こう側に京都、手前に九州。工藤のサービス、主導のレシーブ。左左のバックハンドのネットミスです。フォアハンドネットに当たってオーバーです。フォアハンド、力がありましたね。ありますね。また白内選手がしっかりとこうクロスに攻めることができたので、連続攻撃できましたね。左人がバックでレシーブ、厳しいコースでした。主導選手がこう横回転が入っていたので、そのボールを利用しましたね。非常にいいレシーブでした。ネットイン、お互いにネットインがありました。九州のポイントです。このサービス対応する。このラリーは素晴らしいラリーですね。九州です。力強いボールを九州ペアですね、送っていたので、こう守備に回ってしまいましたね。京都ペアはここですね、ここの田口選手のサービス2本。ちょっと不規則なボールになりました、はい、回転量がかかってますので、工藤選手もそのまま回転量そのままで返しましたね。田口のサービスです。サービス追いつきました。フォーオールです。どうでしょう、森本さん、田口のサービスに対して工藤のレシーブというのはしっかりできてましたね、できてましたね。これは京都にとっては明るい材料でしょう、よく曲がりました。野田博のフォアハンドドライブ、一つ不安材料だった田口のサービスに対するレシーブが解消されたことで、はい、何かこう枝広のプレーにも自信が戻ってきたような印象を受けました ね。ただここは九州のポイント、ハイボールです。ここからゲーム後半にかけて、どういった戦術読み合いといったところが注目したいですね。しかしここは主導のサービスエースになりました、はい、自信持って主導選手もサービスしてますね。今日から合流の野村も立って拍手を送っています。田口が取り付きます。再び2点差です。森本さん、どうでしょう、はい、同じ会場で3日目の試合となると、はい、会場へのその適応、慣れという部分もありますよね、はい、十分ありますね、しっかりこの卓球台の弾み具合だったりといったところもこう慣れてきますからね。新宮崎県体育館サブアリーナです。完成したばかりです。バックハンド、2027年に国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会が行われます。その大きな大会に向けて完成がこのほどしました。九州アスティーダはこの九州のいろんなところでこう開催してほしいですね、これからも、セブンフォー、セブンオールです。ここでですね、また田口選手のサービスが来ました。先ほど工藤選手しっかりとレシーブできてますからね。レッドです。
チは同じホームから横上回転と下回転のサービスがあります。しっかりレシーブしましたが、枝広のバックハンドネットに当たってオーバーです。ここでコミュニケーションを取ります。何か田口が指導に耳打ちをしました。3球目の打ち合わせでしょうか。そうですね、丁寧なラインになりました。8オールです。京都ペアも工藤選手のやったことに対して枝広選手がパッとこう判断できてますよね。やはりコンビネーションがいいと思います。ループドライブでポイントです。表ソフト少しやりにくいこのループドライブの浅いボールでした。あれなるべく早く打球点に入って処理しないと難しいですもんね。難しいですね。高いところで返そうとするのはなかなか難しいものがあります。第2ゲーム 10-8、 京都のペアがゲームポイントを迎えています。静かな戦いです。やはり両チームとも今日今シーズン初勝利かかってますし、大事な第一マッチのダブルスということで何かこう緊迫感がありますよね。ありますね。こう一本一本こう本当に力が入りますよね。ここは田口のバックハンドドライブ。エースです。10オールです。ビクトリーマッチとファイナルゲーム以外デュースがありません。これで九州マッチポイント、京都ゲームポイントです。枝広のサービス、よくフォアハンド振りました。ラリーを制しました。なんとか逃げ切りました京都カグヤライズのペア。11点、これでゲームオール。ゲームカウント1対1です。はい、第2ゲームは田口選手のサービスに対して工藤選手がうまくこうレシーブ処理していたので、あ、京都ペア行くかなと思ったんですが、ただ第2ゲームはこの主導選手のサービスが非常にこう効果的でしたよね。ただこの10オールの一本勝負といったところで、この京都ペアのコース取りのうまさが出た、はい、第2ゲームだったかなと思います。森本さん、はい、第3ゲームは6オールからスタートします、はい、さらには第1ゲームと同じ組み合わせになりますので、はいはい、これ田口のサービスから始めますよね。そうですね、した方がいいと思います。どちらでも多分選べると思うので、はい、多分田口選手のサービスからいくと思いますので、うん、そうなると枝広選手がレシーブになるんですよね、はい、が大きな分かれ目になりそうですね、はい、やはり6オールからですので、この2本大事になってきますよね。